歌舞伎俳優の市川海老蔵改め市川團十郎白猿さんが2022年5月17日自身の SNS を更新。息子勸玄君の行動に面食らったことを明かした。この日團十郎さんは夏祭りなにわ鏡の台本を渡しましたと勸玄君に台本を渡したことを説明。その際に勸玄君からもうセリフ全部覚えてるよと言われたことを報告した。続けてマジか早と驚いた様子で述べ、本当に言ってみてと伝えたところを本当に覚えてたと、勸玄君がすでにセリフを覚えていたことを明かした。最後に朝から面食らってます良い意味でと綴り、ブログを締めくくった。これに対し読者からはカンカンすごいですね、ただただひたすら感動、舞台今から楽しみにしておりますなどのコメントが多数寄せられた。